お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグライドを極める企画20日目やっていきたいと思います。今ねそこそこに上がりました。42位まで来たんですけど、世界一行きたいんですけど、世界一がね結構遠いんですよね。250ぐらい、まあ、300近く差があるので、まあ一旦日本一いいかな、目指しつつやっていこうかなと思います。前回ねロケット型とかもやったんですけど、結局ゴブドリがやっぱいますね。ゴブドリに対して勝てないですね僕は。なのでこのバルキリーファイスピー型でね、一番やね練習した方でやっていこうと思います。それでちなみになんですけど、その上7号で、あとねシーズン終了前29日あるんですよ。29日もっていうので、あと9日ぐらいしたら8000出て、で8000から20日ぐらい多分あるんですよね。って考えたら9000どころじゃないかもしれないんですよ。わかんないんですけど、めちゃくちゃ伸びる可能性があるので、本当にね今季皆さんトロ上げ頑張った方がいいと思います。最多更新ねめちゃめちゃできるチャンスだと思いますので、ぜひトロ上げいきましょう。さあよろしく。7323か。俺より100ぐらいトロ高いから、これ勝ったらまあ38近くもらえるんじゃないでしょうか。さあザップってことは、まあ、ラバかペッカか2択ぐらいな気がする。スパーキーもあるね。なんだボンバー、いやゴレか、ボンバーザップ、いやラバもあるな。うわラバだな、ヤナメラバだな、これ絶対ヤナメあるじゃんって。マジヤナメなかったら嬉しいななんて思いながら、絶対おファイボだ、ファイボなのはでかいぞ。ヤナメじゃないのはマジででかい。さあこれちょっとホグ飛ばして、ホグになんで対応してくるかな。メガゴ、テスラがね起きてくれれば熱いで3発入るんですよ。あーいいザップだ。そうホグライダーはねメガゴだけで対応された場合3発入るんですけど、今見てザップ打たれるとね1発しか通りませんと。いやいいね間のザップですね。さあこれはねファイボ型か、ファイボザップ型のラバルですよ。いや勝ちたいね。ヤナムだったらやっぱロケットしか輝かないんですけど、相手がファイボってなると、また話は変わってくるよね。さあ、これはなんだ？何か警戒のホグ。何か警戒の三角ではないのか？これは結構いいんじゃないのか？いいんじゃないのか？さあ、どこに何か来る？さあ、後衛を確実に潰してくる。いや、でもホグめっちゃいる。でかいでかいで、マジででかい。もう一発？オッケー。いや、マジで熱いよ。マジで熱い。で、あのね、意外と、ボンバ地味だれだよな。よし、いやいいんじゃない。いや待ってやばい、一発か。まあ一発ならギリ許すか。いやここでホグ飛ばせると熱かったんだけど、テスラの位置がなもうちょっといいとこあった気もしないこともないよねっていう。で相手施設が今回ないのか、まあ一旦逆もぶっぱしといた方がいいよね。さあケツラバとかぶる。いやこれでかい、いや三角マジででかい、マジででかい。いやこれマジででかい、でかすぎん。相手ももうグッドゲームって言ってるんだけど、これ本当にでかいよ。で、ファイボだからロケット押し高回転で出していきます。いや、バカでかい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 。で、さあ、テスラ置く。で、ファイスピー、スケで回して、ロケット押しを回して、で、僕はね、これ右サイドはもうね、しょうがないんですよ。右サイドいいので、この後のね、防衛がすごい大事になってくる。よしよしよし。いや、いいよ。で、ロケット押し無双してもらって、ロケ砲だけはマジでザップで行かれるとか許せないから。マジで。ザップで行かれるのは許せないから。よし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 。いや、来たなー、これマジででけえなーさ。で、真ん中バルキリーとかやってね。クエイクアと打てば、これ防衛5とかでしょ。オッケーオッケー。なんならバルキリーが入るんじゃないか。いや、振ったねー、釜。さ、でけえ、これはマジででけえ。さ、相手のね、ホグ読み三角みたいな。あれ、空振ったらまあでかいですよね。よしよしよし。あれで大ダメージ入りましたもんね。しかもこれ大トロです。マジで大トロです。来ました。でかいぞ。いや、まあ、ヤナメ型じゃなかったからね。36か。もうちょっと欲しかったな。さあ来た。いや、今度は逆っすね。相手のドローが71で、俺よりまあ200もいかないけど、結構下だから、負けたら40はね、覚悟しなきゃいけない。だから負けられないっすね。ゴミ相性だけは勘弁。さあ、ボンバーも必須っすよね、今。強すぎる。ボンザ？わ、ラバ、ラバか。ラバか、ラバ、ラバ、ラバ、わ、ラバやんけ。マジかよ。ボンザやんけ。
やざーやざらばだやざらば。うん？わ、これだ。マジか。一緒、一緒だけど。あんま変わんねえけど。さ、ゴレヤナメミニペースアップですね。これ勝ったら、いや、マジでエグいっすよ。俺どんだけ上手くなってんのっていう話だよ。これ勝ったら。でも今、ヤナメ使ったから、このロケット投資無限に生きるんですよね。いや、マジで、でも、ゴレとかラバとか、意外とね、ヤナメ系にも戦えるようになったんですよね。僕、昔より。っていうのを自分でちょっと言って、ハードルをね、上げていく。よし。いや、いいよ。やばいよ。いいよからやばいよが。いや、いいよ。意外とでもいい。いや、意外といい。いやー、ロケ、なんかもっとね、抑えたいっすよね。マジでね、シーズン序盤、大型パーティーしてますね。エリゴレ、ラバル、ゴレ、クロゴレ。さあ、ここ勝ちてえなー、勝ちきりてえなー。勝ちきりてえが、ミニペッカがマジできち。ここホグじゃなくて、一回ウッドでいきます。ミニペなんでね。で、一回これちょっと攻めます。ゴレと被る。いや、被んねえのか。いや、でもこれバルキリーから行って。いや、いいよ。これ無限に切る。オッケーオッケー。まあ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 。これはいいとしましょう。で、ファイスピだけで受けて、ゴレに対してロキホーから展開して、2周目ロキホー回していきます。これですね。ロキホーと、まあテスラで、あとスケーウッドとか、この辺ね。ちっちゃいので回して、ちっちゃいので回して、もう一回もうロキホー回ったんでね。相手もびっくり。え、俺今ヤナメ打ったよっていうね、感じだと思うんですけど。え、待って、なんか宅配便か。いや、ここで宅配届くのはマジで勘弁。マジで勘弁。マジで勘弁。そういう状況じゃないねんな、今。どっからどう考えてもさ。違うねんな。その宅配もわかるんだけど、ちょっと待って。宅配。ちょ、宅配の場合じゃねえんだよな。OK、OK。いや、まあ、耐えてはいるよ。耐えてはいる。耐えてるだけだけど、あえてミニペ追加とかもした。これさ、ホグクエイク行くと、一回テスラから行こう。いや、右サイドに来んのかな、これ。どっちに来んだ。わ、すごい。そういうパターン。新しいですね。防衛ダクネの。で、これ、ヤナメ絶対来るから、ここで急いで回して、テスラも回して、で、ホグプラスのウッドっすね。ここで。ホグプラスのミニペだったら嫌だなーって感じだけど、まあまあまあ、これはね、ここで溶かせてるからよくて、早めにここね、ゴレのバカのダメージも痛いので、ゴレのバカもね、嫌だよっていう。で、こう、鬼、許容したい。いや、許容したい。もう、おきおき。いやいや、受けなくてよかった、受けなくてよかった、こんな。もったいない、もったいない、もったいない。待ってねー。さあ、いや、マジある、マジある。さあ、クエイク。ロケは一発当てろよ。オッケーオッケー。当てる。逆行くな、逆行くな。バカ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 。なんで逆行ったんだ、君。やる気ねえか。いや、これ、ホグぶっぱしたいけど、そんな、多分ね、ことをしてるのも、ね、ちょっと怖いから。ちょっと一回ね、静かに。俺静かに。で、ヤナメ使ったから、これ一回守ってからやな。一回守ってからしっかり。一回しっかり守って、うっと、ああ、惜しい。マジかよ。宅配便は悪くない。受け取ってきます。いや、最後、もうバルキリーホグウッドぐらいで、攻めてしまえば勝てた説もね、ちょっとありましたよね。ややもったいない試合だな。さあ、クローバーさんだ。よろしく。ウッドで削りながら、いや、なんだろうな。まあ、何も出してないし、来ないし、大型っぽい。エリゴレか、ゴレか、ラバルか、エリジェイか、なんだインドラ、トルネ、インドラ、あ、エリジェイですね。エリジェイは美味しいぞ。勝ちたいね。基本勝ちたいです。だけど、ロケット方針を、積極的に処理してくる相手だと厄介ですね。うわー、違うな。ゴレか、チンパンか、バルーンだな。さあ、ウルトラバルーンな気がする。ボーラーとか入ってる。よしよしよし。
いいよ、嫌がらせ嫌がらせ。クエイク、いやこれな、いてあんま、まあまあまあ、これはいいタイミング。ランバー咲いてたし、ここ耐えれるかな。ここ耐えれると思いますか？ここ耐えたら大丈夫です。まあランバーなければ大丈夫だと思うんだけど、フリーズが、いやマジでこれ本当にこれでランバーだからバルーン飛ばすだけ、これはマジでどれだけ耐えれるか。いや来ない、いやでかい、それはでかい、いやでかい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 。でもライドラなんなら金起動させてほしいな。いやライドラバルキリーをもうちょっとボコボコにしろ。いや来ねえか、いや来ねえか、どうせなら金起動してほしかったな。まあこれテスラがね一発で折られちゃうんだけど、逆サイのタワーからも攻撃受けるから、これ一発、いや2発か、いや2発でもいい、2発でもいい、許す。その代わり逆サイをもうちょっと俺攻めたいけどなーとか思いながらも、いらぬバルキリーだったか。さあちょっとねプレッシャーかけて、いやこれ950ね守ります、もう気合で守ります、任せてください。守り方はね先置きテスラですね、先置きテスラでもう2周回します。ここにも置いちゃって、今逆サイバルーン来たらどうするのっていうのは、もうロケ砲とちっちゃいので回してフル供与します。さあいったね、いろいろしたいよ今で。ここもテスラをね、テスラがあるからこれで逆サイド持っていってあげれるんですよ。で相手のボーラーのね、ボーラーのダメージだけしっかり襲いてあげれば、これを繰り返します。でいつかは僕はね、あの止めれず負けるっていうことだけは気をつけて、でできるだけ低めのコストで回してロケ砲を、まあハイスピか空だし、でテスラ置いてあげて、でこのテスラがね寝てるところでフリーズされるのが、ね、一番良くない。これ逆サイからね攻撃してくれるか、 OKOK。 いやこれねもうこれですよ、一生この、あ相手今トレネ使いました、来たぞ、これは神ホグ飛んだんじゃね。でも相手のボーラーが去ったら神、神石、神石、待てこれクエク圏内、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 さあ、クエク圏内、クエク、クエク早く、クエク早く、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 よし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 、え、これ落ちるよね。255です。よしよし、こういうね、バルーンとかも前まで絶対勝てなかったんですけど、だんだんね、ほんと安定感が出てきましたよね。さあ、来た、よろしく。いやー、なんかめっちゃトロ高い人も来れば、めっちゃトロ低めの人も来るな。もうちょっと安定感欲しいよね。プラマイ3、20、40はいい時と悪い時のね、なんかあれっすよね。オートロだったら嬉しいんだけど、オートロじゃなかったら辛い。いや、めっちゃウッドのタイミングうまくね。いや、正直今オールブレイカー入ると思ったな。ふぅ。いや、でかい。さあ、オールブレイカー型。インフェ、これクエク打ってからのホグでいいな。で、ホグからの、絶対ユニットじゃん、施設されたから。ロケホアします、ここですね。さあ確定ダメージ、えマジかよ、えマジかよ、いやうまくない、相手なんかもう俺がロケホア出すのを知ってたかのような。まあ君がねこうやってウォールブレイクを飛ばすことは俺は知っていた。でこれでもやばい、右がバルキリーって知ってる、みんな火力お化けなんやねこいつ。君の防衛しないといけないじゃん俺は。あ、これでも相手、相手やってる、相手、いやいいよいいよ、相手結構コスト使ってるぞこれ、結構コスト使ってるから、ホグ飛ばしてインフェ置くのか、いやファイボか、あーいいファイボだ。いやもうこれ勝ちたいね、もう神相性と言ってもね過言ではない、マジで気持ち神相性。なぜならインフェルノタワーでテスラより回転が遅い、かつスケルトン部隊で、スケがスケルトン部隊だから回転が遅い、とりあえず全てにおいて回転がね命です。今クエイク削りでよかったですね、こんなロケホいらなかった、結局暇になっちゃうからなこれ。うん、さあ削る、攻めウッドとかワンチャンくるよね。オッケーオッケーオッケー、いやいいよ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 、攻めファイボもなちょっとだけ気ぃつけながら、でこれまあ最悪スケルトン部隊来たらロケホで回収できるから、まあ最悪あり。よしよし、え待って、相手なんか回転早くね、うわ最悪、いや待って、いろいろ事故ってる、いろいろ事故ってる、いい、追いついた俺、もったいない、マジでもったいない、マジでもったいない、マジでもったいない、
いや、これはいい。このボンバーのこのロキハの一発マジででかい。で、これテスラ置きます。ウォールブレイカーマジで怖いんで。本当に怖いんだ、あの子。で、前に来るか裏に来るか分からんけど、裏は後から対応できる。よしよし。いや、痛い。いや、痛すぎる。いや、この攻めファイブがやばい。いや、ダメージ追いつかれたけど、これはちょっとね、エキサイティングじゃねえな。なんだっけ。ちょっと面白くなるかなとか思って。ふぅ、そんな余裕ねえんだけどな。怖っ。いや、マジで。インフェティが強いぞ。いいよ。いや、いいよ。これだってインフェティ絶対回ってないでしょ、君。これ回ってたら訴えたい。いや、回るんかい。やばいやばい。ちょっと待って、本当に。静かにしていいかな、クララ、俺。喋らずやってもいいかな、もしかして。あのバンバー何？やってほしいってこと、もしかして。これ、打った方がいいね。相手分かってたか、来るの。サホグで、まあ、これインフェじゃないですか。次ですね。僕次でもやります。やりに行きます。彼をやりに行きます。やれる。やばい。待って、やられる。なんでだ。神相性だぞ。一発？いや、危ない。いや、マジで危ない。よかった、マジでよかった。本当にもっと余裕で勝たなきゃいけないと思うんですけど、ドリルが強いっていうの分かります。いや、よかった、本当によかった、マジでよかった。でかすぎる。さあ、来た、よろしく、サンティノちゃん。まさか。さあ、クエイク、危ない。一旦、うえ？ちょっと待って、えぐ、相手、えぐくね？こんなチンパンをしてくるってことはもうゴレだな。君はね、デッキだけではない。脳までもチンパンになっているぞ。いや、ジャイか？まあ、ジャイかゴレですよね、こんな。ジャイプリプリか、まあ、ゴレプリンスメコぐらいならありえそう。それ以外のデッキありえないっすよね、ぶっちゃけ。いや、これ見て、この。待って、痛い、マジで痛い、本当に。スケ挟むべきだったか、今の。本当にごめん。いや、今のね、おめっちゃいい延命とかだと思ったんですけどね。これ、テスラが残ってくれなきゃやばいんだよね。ウッドで、オーケーオーケーオーケー、耐えた。さあ、ジャイプリプリディガーですね。ここ最近ね、このディガーの枠が柳めのね、デッキとめちゃくちゃやってたんですけど、ディガー型とやるのはなんか、逆に久しぶりだな。さあ、ロケをどれだけ延命できるかってところが大事かなと思います。ただ、ディガーのダメージをできるだけ減らしていきたい。相手はね、まあ、ロケ砲が嫌なんですよ。だからロケ砲に対してディガー当てたりとか、ファイアボとか積極的に打ってくると思うので、マジロケ砲がね、勝負を分けますって言ったロケ砲をすぐに捨てていく。で、バルキリー咲いたから、このダックプリからのジャイがね、やばいっすよ、皆さん。やばいっすよ。気合でね、相手も分かってるからな、それ。来ないのか。これはホグ飛ばして、逆サイドね、まあ、なんか対応してくるじゃないですか。それをこの残りのテスラで、ね、回収できると美味しいよねっていう話ではあるが、そう簡単にはいかないのか。おお。あ、すごい。相手のなんか攻め方が独特かすぎて。いやー、待って、バルキリーこっち来てくんねえかな。いや、バルキリーこっちには来ないか。来たくねえかったか。いや、でもいい。あ、待って、メガゴさっきからえぐいって。マジで相手のメガゴなんか頭良すぎん？さっきから。天才か、あいつは。いや、でもこのね、ホグからの、あ、ライ、
ライドラ君もね、このデッキからしたら結構嫌だ。結構嫌だけど、そんなん知らんって感じで。これダックプレから行くんじゃね？おい。で、ここで、もうホグとか行っちゃってね。え、このホグやりすぎ俺。もしかして。もしかしてだけど、やりすぎな、テスラ残っとしな。テスラ残らねえよな。ごめん。いやー、悪くはね、悪くはないけど、めっちゃいいかって言われると、そうでもね。なんかな。さあ。で、これ、相手の、あの、なんかの読んだザップ、外れた。でかい。さあ、いや、で、これ、いや、ここでね、このディガーよ。このディガーにでも相手ザップ打てないよ、今。やつ。で、ホグプラスの、ウッドまで打ちたいけど、一回我慢ね。一発。これ絶対一発入るのでかいね。でも一発しか入んないの、逆に言うとね。で、右側なんと許容できます。最強の許容という技がね。で、まあ、テスラ置いて。これなぁ、マジで。これディガーが痛えな。これマジディガーが。そうっすね。マジディガーですね。だいたい絶対ホグ警戒でユニット出してくるぞ。出してこんのか？あ、出してこいよ。出してくるよねー。いや、そりゃそうなんですよ。それ出してこないとおかしいんですよね。で、またホグからのこのスケ。いや、うまい。これがね、したいだけ？いや、そう、したいだけ。でも、したいだけだけど、その、するのも大事、やっぱ。で、これ D が拾っていこう、俺。いや、拾えないの、これ。なんでや。やばいやばい。拾わせて。拾わせてくれ。拾わせてくれ。よかった。じゃあ殴るな。オッケー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 。いやーし、あぶね。さあ、このディガーがね、やっぱ拾えない。ダークプリとかをバルキリーでね、当てなきゃいけない。で、そこに当てると、スケでね、ディガー出てもザップ打たれて、ディガーのダメージが入ってしまうっていうのが、ちょっと苦しいとこでしたけど、もらえるトロフィー少ないね、君。まあ、またね、ちょっとこっから世界1位目指してマジで頑張っていきたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。